5月17日水曜日、本格的な梅雨や台風シーズンを前に、大雨による浸水被害などを未然に防ぐため、津市内にある調整池や防潮扉など516箇所を一斉点検しました。津市では毎年大雨などが予想される梅雨や台風シーズンを前に、市内にある排水施設やため池、防潮扉などの点検を行っています。点検は農林水産部がため池や農業用施設などを行い、都市計画部が住宅開発団地を実施、建設部では調整池や防潮扉、水路などを回り、上下水道事業局では排水機場やポンプ場を確認するなど、市内に516ある点検箇所をそれぞれの職員が担当し、作業を行いました。南ヶ丘団地にある調整池では、溜まった水を排水する際に排水の量を調整するための排水口の点検が行われ、さらに排水の妨げになる木の枝やゴミを取り除いていきました。その他、阿漕浦海岸にある防潮扉ではスムーズに開閉できるか操作手順の確認も含めて点検が行われました。また桜橋にあるポンプ場では雨水と一緒に流れてくるゴミを取り除く除塵機と呼ばれる機械の点検と確認が市の担当者と委託業者で進められました。作業ではまず水路にたまった木の枝や土砂などのゴミを取り除き、実際に排水ポンプを作動させて溜まっていた雨水が正常に吸い上げられるかなどを確認していました。今回の点検後も引き続き巡回やパトロールなどを行い、必要に応じて清掃などを実施し、有事に備えていくということです。